北見芸術文化ホールは、北海道北見市にある文化施設。通称、北アート21。オホーツク県の芸術文化の拠点や生涯学習を推進する施設として開館した。北海道旅客鉄道北見駅、オホーツク機のプラザ、北見市立中央図書館に隣接しており、ホール前には、駅南多目的広場がある。北見市民ホール条例に基づき、 北見市が設置しており、指定管理者の共同組合費宣伝北見が管理運営を行っている。会館と同時期に北見芸術文化、ホールボランティアともの会が発足し、自主文化事業の際に受付、会場案内などをボランティアで支援している。ホール、各室一覧参照、音楽ホールはシューボックス型のコンサートホールであり、 室内楽や30人前後の小編成オーケストラの演奏に適合することを最優先とした音響設計になっている。中ホールは演劇、ポピュラー音楽、ミュージカル、日本伝統芸能、講演会など幅広いジャンルに対応する多機能ホールになっている。和室1、和室2、茶室は通して利用することができる。音楽ホール中、ホールリハーサル室練習室和室。 茶室スタジオ多目的室会議室。